皆さんこんにちは、堀上健チャンネルです。今日はですね、木下稜介さん久しぶりですね。久しぶりですね。最近ちょっとね一緒にできてなかったので、ねはい、ということで、今日は僕たち今ちょっと回ってきたんで、木下さんのそのゴルフを3ホール、はい、見させていただきたいと思います。緊張するな、はい、お願いします。どうしたらここどうやって回ったらいいですか？いい意味じゃなくて、この小野東洋ってちなみにどんな感じのコースなんですか？結構距離短いんですけど、はい、ドカーンと行く選手か、もう刻みまくっていく、まあ、それこそ去年の隅川大河選手だって結構ドライバーっすよね。ドライバーっすね。ランドもうワンハンしたけど、うん、ワンハン昨日ワンランド結構大きいですね。で明日プラーマン、すごい。いやでもこのコースってちょっと狭く感じるんですけど、でもどっちかは大丈夫とかっていうのがあるらしくて、で逆右はダメですけど左はセーフ。なるほど。で逆にあと着弾地点がドライバーだと広くなってて、刻むと狭くなってるってところもあるんで、まあ結構戦略的なコースだと思うんで。そうですね。でちょっとこの10番11番12番が、はい、まあ、ちょうど、ミドルロングショートですかね。ショート、はい、3ホール目標はいくつですか？まあ、パー5あるんで、はい、でパー3もそこまで難しくないんで、まあ、試合なら2アンダー。2アンダーまでできすぎ。あかん。ワンにしとこ。ワンにしとこ。はい、一応ね、あのこういうとこできなかったちゃんちゃんよりかはできたのがいいんで。ワンじゃ目指して。行きます。まずこのホールどんな感じですか？まあ一番広い、230-40ぐらいのところにクリークで。はい。レイアップして。左のバンカーの。左のバンカー越えるのが。あ、でも左のバンカー全然。越えますか？200ぐらいで越えるんで、まあ、この一番広い240-250ぐらいのところに。ファイブウッドで、ファイブウッドでいければいいかなって感じです。はい、じゃあ先輩のゴルフとあとマネージメントをちょっと見せてもらいながら、はい、いきます。お願いします。でもこれアゲンストが強かったら、はい、やっぱりファイブウッドってちょっと上がりすぎるから、まあスプーンに変える可能性の方が高いかな。風の影響もあるし、はいはい、打ち下ろしてるからね、滞空時間も長いですからね。そうです。いきます。お願いします。はい、完璧だ。真ん中。はい、まあまあ良かったです。もう狙い通りですね。狙い通りです。はい、着地。よろしい。ナイスです。行きます。関西のコースって結構独特じゃないですか。僕関東育ちだから。全然違うよ、ね。まあ平らで木でセパレートしたホールで、まあ OB ではなく林の中って感じなんですけど、やっぱり関西ってこの見ての通りこの林の中にはさ OB 杭がさ、結構プレッシャーなんですよね。全く違うよね。はい、全然違います。アップダウンがあって、うん、ちょっと狭くて、はい、っていうのが関西で。アップダウンありますもんね。アップダウンある。アップダウンのコツって何かないんですか？いやー、やっぱり目線が一番大事じゃない。あ、目線、目線をそこまでこう変えない。おお。アマチュアの人って打ち上げやからもう上向いてこうやって打つけど、はい、そうすると右肩が下がるし、はい、で打ち下ろしやからってこう見すぎてもカット目に入るから、はいはいはい、目線はあくまでフラット。あ、でもやっぱりだってピンのある位置がさ、うん、今回打ち上げであれば高いし打ち下ろしは。でもそういう時っていうのは自分で、まあやっぱりこういう打ち上げの時は右肩が下がらないように、うん、あ、そういうのまあちょっと一応気をつけて。だいぶ気をつけてます。あ、そうなんですね、はい、さあ距離は97ヤード、はい、風が分からんだこれ。こういうさ、今僕たちは映像では映ってないけど、うん、体で感じるの今フォローじゃないですか。体で、まあ、こっち行ってるよね。あ、でも上の雲を見るとちょっと雲がこうアゲンストで、ね、こういう感じ、はい、そうですよね。これどうすんの？こういう時はベテランプロがルーキーキャディーにこういう難しい質問をして間違ったら後で叱られて。まあまだ1年目ですから、ね、初登場ちゃう森川みくむちゃんで帰りがね、はい、なでも、まあ、木下さんのねキャディーをしながら、まあ、大学の後輩です、はいはい、今年が1年目ですの で、 そうです、ね、皆さんよろしくお願いします。どうすんの？どうすんの？雲を見ます。雲を優先。はい、アゲンストで。いいですか？はい。左上げ。左上げで。58度で。まあ97なんで105ヤードぐらい打つ。105ヤード。はい。でまあちょっとこう戻ると思うんで。そうですね。戻してワンピンぐらいに寄ればいいかなと思います。これくらいだとやっぱワンピンに寄せたいって感じですね。そうですね。やっぱり3度なんでピンラインには飛ばしたいですね。はい、じゃあ行きます。はい、綺麗だよ。いいよこれ、ちゃんとピンラインですね。いいやん。方向出てるね。ええやん。
やっぱこうやってキャディーがアゲンストってなった時にちょっと大きめに打つじゃないですか、はい、実際フォローでオーバーしたらどうしようみたいに思うんですかキャディー思いますドキドキです絶対にオーバーするなって思うのやっぱり、はい、やっぱこうアップダウンあるコースって、はい、もちろんグリーンが高くて、はい、セカンドが低いと、はい、風の感じ方ってやっぱり全然違いますよね全然こう回るというか確かにね分からへんから難しいよ、ね、難しいですよねどうすんの2個目やったいや僕は今みたいに、うんまあ、横か、はい、下は横かちょっとフォロ ー, あー僕でもクロスした時はその上げとフォローで、はあ、もう完全に感じ方と予報が違う時はなしで見たりする、あ、そう例えばなしで見ればどっちと外れても5ヤードのズレで済むみたいな、なるほどなるほど例えば上げだと思ってフォローだった場合上げと思って5ヤード強く打ってフォローで5ヤードいったら10ヤードじゃないなしと思えば5ヤードで済むなるほどっていうまあ安易な感じですけどいやいや、距離感ぴったりですありがとうございますさすがさすがキャディそしてワンピンワンピンぐらいかなやっぱ3ホールをね1アンダーであれか2アンダー言っとったっけ2アンダーはレベル高いですよ今週予選ラウンド一緒に回らせていただきますので刀剣ぶりそうですね楽しみやなまあ上りなんでちょっとしっかりめに行きます、はい、ちょっとかなり近づいた感じでほぼまっすぐ目でいいと思うんだけどイエス完璧ちょっと最後スライスしたな若干ねここキュッとはいでもまあカップ内で収まったって感じですねよしいや真後ろから見ててちゃんとまっすぐの時に真ん中出てますね出てますめっちゃいい最近ねちょっと最近さ パターそれですかそう最近ここ6、7試合2ボールのへこれ一番初期のやつやねんけどあそうなんですね岩田博さんとか上井さんとか、はいはいはいまあ、昔で言うと平塚哲司さんとかこの2ボールが最初、はい名機だってなった時の一番最初の一番最初の俺が中1ぐらいの時使ってた、すげえ大事に保管してたのこのクラブ紹介されてもなかなかないからねないから別に岩田博さんと回った時に、はい、すげえストロークとか良くて、はい、俺もちょっと使って良くなんじゃねえと思って引っ張り出してやっぱりピンパターだけじゃなくてそのピンパターの後ろの部分があるっていうのってちょっと安心感違うんですかねそうやっぱピンタイプの延長で打てるというかあで、まあ、ここがあることで、はいはいはい、こうなんか 重さを使ってここがなんか四角いわけじゃなくてそうそうそうなんかピンタイプにこれがくっついたみたいなそうだからこうするとピンタイプみたいだから、まあねはい、なんかすんなりこう変えられる感じ、はい、おやっぱロングパッドの距離感が合いやすいめっちゃ良かった重さをこう使えるから、はいはいはい、変なこうパンチとかが完成モーメントはねあんまり入りにくい、はい、ナイスバーディーじゃないですかありがとうございますもうね、もうノルマの1個取っちゃったじゃんじゃあ次行きたいと思います、はい、2ホール目11番ホール608ヤードパー5長くね長いっすねこれ608ヤードだと、うん、まず2オンのイメージってあるんですか全くない全くない無理あと2オンのイメージ、ま、フォローならあーそうです、ね、ワンチャンあるけどちょっと無理やな今日ちょっと右からアゲンスト系ですよね右上げ左上げです左から、だからここも感じ方違うでしょあ全然、だってこの横のホールがさ、こういう方向だからそう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 要は今のホールの感覚で言ったら右上げになるんですけどねああ、そうかなでも予報はやっぱ左上げやな、はい、左上げ感じ方が違うからこの辺ちょっとしっかり整理して打たんと今週は練習ラウンドはやっぱりそういうこのホールちょっと感じ方と違うなみたいなのも見たりするんです、うんちなみに例えばじゃあ、はいはい、ツーオンがもうイメージないんであればドライバーを持つ必要っていうのはないと思うけどとはいえやっぱりそこまで狭いホールじゃないから、はいはいはいまあ、セカンドも短いクラブでやっぱりレイアップを、はい、あちゃんとしたところにレイアップしたいからそう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 、はいはいはいまあ、ここがもし左池とか狭いホールで絶対届かんっていうならスプーンとかもあるやけど、はいまあ、ここはさすがに広くて、まあ広はい、左ラフでもまあまあ、はい、次右に、右ドックだからそうですね、まあそこまで、まあ、セカンドショットをちゃんといいところから刻むようにするにはそうですねドライバーで少しでも飛んだ方がはい、はい、いい球だね仕上がってますねあれ調子いいな完璧滞空時間長いな練習と試合ってなんかやっぱちょっと変わりますよねなんですかね気持ちよく振れる具合はちょっとやっぱ違いますよねまあ最強はやっぱり練習場通りに打てれば最強なわけやねんけど、はいうんはい、やっぱり試合ってすごい緊張するからもちろん試合を練習のようにできたら最強やと思うけど、はいはいまあ、そうですよね
多分そんな人いない。できないですよね、実際は。絶対に緊張するから、はい、だから緊張した時に自分がどうなるかっていうのを理解しておくのが一番大事かなっていうの。だからやっぱり練習を練習みたいな感じでやるんじゃなくて、そうですね、練習でもちゃんと自分で、まあ、決めて、うんうん、本番のようにやるっていうのはやっぱり一番大事ですね。そうですね、やっぱり、はい、まあ、右がダメ左がダメ、うん、そのコースであると思うけど、はい、そっちには絶対行かない練習とか、はい、例えば、はい、まあ、右がダメなら、はい、絶対右に行かない打ち方を自分の中で分かっとくっていうのはすごい武器になる。まあ、広い例えば練習場とかで、まあ、練習場着きました、まあ、アプローチとかいろいろやってドライバーとか、はい、まあ、言ったらターゲットはあってもなんていうんですかね、右と左の、ね、ね、うん、プレッシャーも何もない状態で、そうっすね、ただ狙ったところに打つっていうのは正直簡単で、そうっすね、ラウンドとかでそういう状況ってあんまりないじゃないですか。そうっすね、だから自分でしっかりこの練習場の、うん、この景色をもうコースに見立ててじゃないけど、はいはい、ね、とはいえターゲットばっか狙ってやってると気持ちよく振れへんから、うん、はい、ある程度練習場でははっきりターゲットを決めて、はい、そこにとりあえず打つ、うん、でそれができてきて振れるようになってきたら、はい、まあ、ピンの右はダメ、はい、左はダメっていう練習をした方が少ない練習量でも上達は絶対早い。あ、だから練習にそれぞれのちゃんと意義があって、そう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 、はいはい、でもやっぱりまず気持ちよく振るっていうのが大事やから、はい、そこからスタートかなって思って。よくあのアマチュアの方の悩みで、はい、スプーンとかで打つとフェースちっちゃくなるから怖いみたいな、だったら、はいはい、スプーンでミスるんだったらドライバーの方がいいなみたいな、はい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 、で確かに僕も思うのがドライバーってフェース大きいから、うん、まあ、ある意味ではストライクゾーン広いというか、はい、そんなん気にする？ミート率高いやん、はい、ミクムで。まあまあまあ、はい、例えば1週間とかゴルフやんなくて打つときって僕スプーンよりドライバーの方が安心します。1週間ゴルフせんことないけど、まあ確かにそうかもしれへんな。でもアマチュアの方って1週間ゴルフしないと当たり前じゃないですか。まあまあ、そうですね、はい、そうですね、だとフェースが大きい方が当たりやすそうっていう感覚は分かります。確率なんでね、はい、やっぱり大きい方がもちろん当たりやすいけど、はい、まあ、だから一番ダメなのは緩むことや、はい、スプーンでいいのにドライバーでゆっくり打とうとか、はい、そういうのはあんまりやっぱり良くないと。ドライバー持ったやったらもうしっかり振り切るっていうのが大事、はい、でドライバーで幅に収めるような裏技みたいなコツないですか？まあやっぱりちょっと短く持って、短く持つのか、体を張らす、張り、体を張らすの、うん、張らすっていうか、なんていうか体に張りを持つ。フルショットって結構力抜いて、はい、こういう感じで、はいはいはい、曲げたくない時って若干短く持って、はい、この辺をあんまりこう遊びがないように、はい、ちょっと体幹締めとくっていうか、そうそうそう、腹筋と体幹をちょっといつもより締めとく、はい、そうすることでトップが例えばここまで上がってるのが、はい、ここ辺まで収まるから球は絶対に安定する、はい、必要以上にはそう、はい、飛ばしてる時ってやっぱこうガッていくけど、はい、あの抑えてるときはちょっとこう腹筋とか、腹筋力入れることで腕とかもこうやっぱ締まってくるから、はい、そうですね、体幹がこの辺で収まるとやっぱドライバーは絶対安定する。あとはもう変にこう合わせない、はい、お、腹筋力入れながらしっかり振る。じゃあミドルホールとかで刻みたいけどスプーンとかはちょっと当たる確率悪いなって人はちょっと短く持って、そうですね、ちょっと腹筋力入れて離して、はい、それだけで絶対曲がりは抑えられると、はい、遊びをね、なくすような感じで、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、フェアウェイ綺麗ですね。綺麗ですね。てかフェアウェイ何？目が詰まってて。すごくない？これグリーンじゃん。ボールもやっぱりさ、しっかり浮いてる。え、確かに。めちゃくちゃフェアウェイ綺麗。ボールがちゃんとさ、ね、ボール1個浮いてるもんね。浮いてるもんね。これならやっぱり直ドラでもいけるよ。確かに。ってなると2オンのチャンスも出てくるかもしれん。右のこの2本木ですか？この2本木。そうですね、あの上ぐらい。上ぐらいを何ヤード？まあ230。220でいいけど、まあ、ちょっと上げてるんで、はい、3番や230ぐらいのクラブでいきます。ちょっとじゃあフェード目でいきます。はい、2本木の左に出してフェードかかればいい感じです。あー捕まった、最悪。うん、これね、あそこからフェードする予定ですもんね。はい、でも今のとかもすごいあの気持ちわかります。右ドッグレッグしててヘアウェイが右にこう向こうに行ってるのにドローで行くと要は対角になるんですよね。そう、やっぱりフェアウェイゾーンが短くなるから、はい、できればこうコースなりにこう行きたいけど、ね、ずっとヘアウェイの上空を飛んでくようなね。そうですね、はい、やっぱでも持ち球じゃないんでちょっとミスしちゃいました ね、 この18ホールのラウンドって例えばティーショットアイアンパターティーショットアイアンパターじゃないですか、はい、ショートホールとかロングあるけど、はいはい、まあ、基本このサイクルじゃないですか。そうですね、やっぱり
持ち玉ドローの人がたまにフェードとかを打とうとすると、うん、体のバランスはちょっとやっぱりフェードティーショット例えばフェードで打ちました、はい、うん、次ドローってなると、うん、フェードとドローの打ち方ってもう全然違うから全然違いますね。やっぱりいつもより気をつけてドロー打つっていうのが難しいけど、はい、体の動かし方とか素振りで、うん、ちょっとしっかりドロー打つぞっていう感じをしてから打つようにしてるから、ああ打つ前にちゃんと素振りにちょっと 2,3 回してそう体にちょっと染み込ませて、うんうん、でもこれ面白いのが、はい、三雲はティーショットドローで、はい、それ以外全部フェードないけど、そうですね、おかしくならへんの僕は。だからまあウッド関係とアイアンが違うスイングって感じですね。そうなの、はい、2種類あそうなん交互にやってるっていう感覚で、僕どっちの球を打ちたいっていうより、うん、自分のそのゴルフ理論あるじゃないですか、はいはいはい、のスイングをした時に出るのが持ち球って感じです、ドライバーでドローを打ちたいとかじゃなくドライバーでこのスイングをしたらドローになる、ドローが出る、でアイアンでこのスイングをしたらフェードが出るからそれをもう持ち球にしてる感じですね。そうフェードを打ちたくてこのスイングをするってわけじゃなくて、じゃあ例えば、はい、ドライバーでどうしてもフェードいるホールとかあるやん、ああどうする、ああだからそういう時は僕は逆にアイアンでドローとか、ああそれはもうできないってもう自分の中で、ああそうなん、はい、でもやらなあかんやん、やらなきゃいけないんですけど、ああもうできないんでやらないです、だからスプーン持ったりとか、なるほどね、はい、僕できないことはもうできないで、でもそれやっぱ賢いよね、だから今みたいにやっちゃってミスするからさ、だから僕ピンポジションも真ん中より右半分が得意で、うん、左半分っていうのはフェードだから、ね、ちょっとねグリーンの外に出さなきゃいけないと気持ち悪いんですよ。なるほどなるほど、だから左のピンはもうピンに打ってそこから右に曲がってピンの右でいいやっていう、頭いいねやっぱりステディーやな、不器用だから一個のことだけっていう、なるほど、さあなんとかちょっと逆球出ましたけど、ギリギリやな、ちょっと沈むか、これ例えば全く距離が一緒で、うん、まあ、今ファーストカットですけど、じゃあ例えばヘアウェイとします、ヘアウェイのこの距離とラフのこの距離だったら、うん、平均決定率でいったら大体どんな感じですかね、決定率っていうのは例えばじゃあ10球ラフからやったのと10球ヘアウェイからやった場合、じゃあ10球中何回バーディー取れて何回ボギーが出ちゃうか、これは全然違うでしょ、どれくらい違うもんなんですかね、やっぱグリーンが硬ければ硬いほど余計にやっぱりラフからだとバーディーは取れないし、うん、まあ、10球ってフェアウェイから100ヤードぐらいでしょ、まあ3つ4つぐらいは多分、はい、3回4回ぐらい取れると思うけど、フェアウェイからやった場合は、まあ、3回4回はバーディー取って、で残りの5、6回っていうのは、うん、まあ、基本全部パー、パー、ああでこのラフからやった場合はやっぱりまあこの距離でボギーはないけど、もし例えば奥がダメなら、はい、もう完全に花道に刻む感じ、うん、乗れば OK みたいな感じになるとボギーも出るかもしれない、そうですよね、でバーディーなんかやっぱりもう10回やって1回出たらいいぐらい、そんな感じですよね、うん、やっぱりレイアップもすごい大事で、うん、さっきねスプーンでもいいんじゃないって言ってたけど、はい、まあ、ドライバーで3番アイアン、はい、多分スプーンで打ってると5ウッドか3ウッドで、うん、はい、レイアップしないといけないから、はいはい、となるとこのファーストカットがラフまでいってるってことですね、うん、そう、はい、ってなるとやっぱりね、しっかりティーショットもドライバーで攻めるっていうのが大事だし、はいはいはい、そうですね、ここはギリギリ良かったけど、うん、危ない、まあ、僕の感覚はちょっとラフだと1回かもしくは2回もボギー出る可能性があるなっていう感覚ありますね、まあ距離にもよるけどね、うん、これ100ヤードやったらまあ10回でもやったら1回ぐらい出そうよねボギー、うん、でそれぐらいやっぱりフェアウェイとラフじゃもう全然違いますよね、はい、だからラフでバーディー1個出て、うん、2個か1個ボギー打ったら結局パープレーですもんね、そうやな、でやっぱりライもねラフっていうのはそうやな、まあ、こういうちょっとこうねじれたところに止まると、ね、もうこれもう正直読めないしグリーン乗れば最高って感じやし、うん、でもやっぱりここまでねちゃんと綺麗になったフェアウェイっていうのはやっぱり思ったところに思ったように球が飛ぶし、ね、はい、じゃあ3打目、はい、110ヤード、はい、52度で、まあ、アゲンストなんで115ぐらい打つ感じで、はい、これもワンピン、横はワンピンぐらいの幅で抑えたいですね、左上げ、はい、あら、ええやん、言った通りワンピンの幅に収まるのか、収まった、そしてちょっと奥からバックスピンで寄っていって完璧です、ええ、いやすごい、ええな、完璧ですね、
パーフェクトゴルフじゃないですか、まあ、今のセカンドショットはちょっと逆球出ましたけど、うん、いやなんか調子はね、うん、いいんですよ、はい、いいんですけどなかなかちょっと順位に成績に出ないんで、ね、最終日5アンダーとかがちょっと今年あんまり 見受けられないんで、そうなんですよ、はい、でも調子いいんで、はい、この辺から良さそうですね、まあ、予選ラウンドもいいペアリングだし一緒ですね、はい、一緒に高め合いましょう、頑張りましょう、はい、ぜひあの会場に応援しに来てもらいたいです ね来てほしいですね、はい、阿久津元気かな、阿久津元気してますよ頑張ってますよ、多分組み合わせ見てうわいいなって言ってるそうね言ってるで、はい、いつかあの組み合わせ3人一緒にしてもらうようにやりたいですね木下さんの感覚的にはこの100ヤードぐらいはだいぶでかいわ、だってまあもう結構でかいここね、ああ確かにキャリーここですもんね、うん、実際12、3ヤードずれてますね、そうやな、うん、ちょっと調子が良すぎて入り方良すぎるんじゃないですかほんまやわ、ラインはでもそこまで複雑じゃないんで、はい、まあ、ここはタッチ重視で、そうですね、はい、まあ、ちょっとロングホールで取れる計算でしたが、そうですね、ここはねちょっとシフトチェンジしてパーを取りながら、はい、あわゆくばって感じですね、そうですね、はい、チョイスラ、いや強い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 、ちょっと早っ、早ないめっちゃ早い、めちゃめちゃ早い、えここはまず距離だけと言いながらここで取りたいと距離だけ合ってなかったですでもカップの位置もこれちょっと傾斜強いところですね、一番強いところかな、多分 2.5 ぐらいありますよね、あでもちょっとオーバーしすぎやな、うん、まあでもラインは通ってきたんで、ああね、そこ返すだけです、よくプロが言う、はい、来た道がね分かってればね、来た道もこう見えてるんで僕、はい、今この道が、あもうそこを打つだけです、プロはラインが読めれば入ったちょっとなんかボール左に行きたがってるような感じはありましたけど、そうやな、最後ちょっとこう来たから、はい、気持ちでねあれ気持ちでやっぱさすがプロはあれなんですね、ラインが分かれば入るんですね、いや分かってなかったなナイス、最後フックしたし、ナイス、なんとかナイスパーです、ありがとうございます、はい、2ホールを終えてバーディーパー、なんとかチャンスホールでこれはしんどいな、ねえ、まあ、ここはやっぱ難なくねパー取りたいですよね、早いな、今ボギー打ってたら先輩あのさっきヘアウェイで言ってたこと全部カットするとこでしたよまあヘアウェイからやったら、まあ、ボギーはないかなあるある危ねあるある危ねはい、12番ホール、距離が188ヤード、はい、そんなに難しくないショートって言いましたけど僕の中では結構これ難しいショートなんですけど、うん、難しいなピン奥だったらこれ200ありますもんね、うん、全然難しいわ、でこのグリーンってちょっと変わってて、そうですね、あの真ん中が高いから、はい、例えばピン左で、はい、右に外すと、うん、マウンド越えのアプローチとかパットになるから、はいはい、上って下っての難しい距離感が合わせにくい、難しいな、難しいですよね、難しいわ、まあ、とはいえ例えばじゃあ左のピンに対して、うん、左に外していいかって言ったらそうでもないし、バンカーでもあかんし ね、まあ、やっぱそう思う、まあ、センターに打っとくのが一番いいの、まあ、センターに打つのが鉄則、うん、ただセンターに打ってもその端っこに切ったピンに対しては全部下りのパットになっちゃう、うん、だから例えば奥ピンとかになると200ぐらい、うん、ありますね、なるやん、だ右ピンで左外すとやっぱり、まあ、すぐボギーになりますね、めっちゃ寄りにくいから、はい、めっちゃ難しいやん、難しいです、うん、まあただ先輩アイアンマンの称号があるんで、いやいやいや、7番で、7番で、はい、ピンまで何ヤードですか、180、187か、あもう全然7ですか、まあ、そうですね、ドロー、まあこれが左上げなら6やけど、はい、右上げなんで、でドローヒッターなんでそこまでアゲンスト食らわへんかなと思ってます、はい、いきます、お願いします、さすがにね180ヤードあるからねピン方向に打つっていうのは難しいと思うんで、完璧完璧This is 完璧めちゃめちゃええやん、めちゃめちゃピン飛んでいくじゃないですか、いいっすね、試合でやれよって感じ、ねえ、うん、やっぱ方向性大事だね、よかったな、方向性がずれなければゴルフってそうそう大怪我になんないですもんね、うん、だしやっぱ方向性が合うと残るラインもだいたいそんなに大きく曲がるラインじゃないですもんね、そうっすね、やっぱりねパターが入るときって、はいはい、アイアンショットがやっぱいいんですよね、そうっすね、うん、まあ寄ってるってのもあるけどその、はいはいはい、
縦のズレっていうのは基本グリーンが受けてるグリーンだから、うん、そうですね、アイアンが左右に行くのにねパターって入んないですからね。あ、確かにね、はい、180右上げで7で奥行っちゃうんですね。まあどこやから飛ぶな、あんまり多分影響受けへんのかな、フェードの人よりは。やっぱりドローボールは右からの、例えば真横だったら、はい、これはちょっとフォロー系になるんですかね。あ、フォロー系全然。だからこれが帰りが、まあ、横かちょっとフォローですねって言ってたら8番やね、はい。あ、そうなんだ、うん、へえ、まあ、180ちょっと手前でもいいかなって感じで8番や、はい、飛びますねアイアン。いえいえいえ、でかいやん。でかい、めっちゃでかいやん。でかい、ピン方向には飛んでんだけどね。なんや、10ヤードぐらいでかい。7の右上げで190はいかないでしょ、帰り。はい、ちょっと風間違え、坊主。厳しい厳しいよ。ドラ坊主だよこれ、完璧で。これはちょっと痛いぞ。選手はね、生活かけてやってんだからお前。あ、厳しい、坊主。風間違えた、坊主。まあちょっと映像じゃ分かんないよな、これ。だいぶ下ってる。真ん中が、ね、高くてね、こう両方下がってるんですよね、こうね、うん、だから極端な話、こっからのパットって左に打てばフックするし、ちょっと右に打てばスライスするっていう。これライン分からへんな。難しいですね。これはやっぱり距離だけですか。距離だけですね。もう同じミスはせえへんで、はい、これカップ過ぎてからでも結構下ってる。過ぎてからが早いな、うん。まあ、一応2パットで収めれば、はい、ノルマのワンアンダーは達成します。そうですね。なんかもらえるんですか。そうですね、あのレストランでご飯ご馳走します。していきます。ちょっとフックの下りなんで、いつもご馳走ばっかしてもらってるんで。いえいえ、え、強い。ちょっと待って、止まって。おい、ちょっと待って。早くね。え、早っ。嘘。え、まだ動いてるよ。え、今のインパクト、そんなに打ってないですよ。パターは30センチオーバーですよ、先輩。3メートル強ですよ。さっきから。1、2、3、4.5。4です。4.5 オーバー。あっかな。めっちゃ早いやん。なんか、フラッシュバックするんですけど。プロは来た道を帰ってくれば入るみたいな。あ、これね、あのちょっと来た道見えてるから。見えてる、うん、今回見えてます。はいはいはい、見えてる。大丈夫ですか。もうこの辺にちょんと打つだけで。おパーパット厳しい。やばい、やっぱりあの落とし穴は最後の最後にありましたね。いや最悪、ほぼほぼクリアしたかと思ったら先輩、最悪、最後いいショットしてからの3パットやったな。やったね。いや最悪、やっぱゴルフ上がるまで分かんないですね。分かんないですね、はい、いや早い、早かった。今週ちょっとマジ早い。いや、グリーン早かったですね。下り特に早いんで、まあ、去年のパナソニックの感覚がちょっと多分あるのか。そうですね、去年ちょっとまあ重かった記憶があるんですけど、うん、今年めっちゃ早いから、本当に早くなってます。ゴルフは手前からですね。はい、ですね。ゴルフは奥から論を唱えた木下さんでもオマーンでありましたね。オマーンでありましたね。今週はほんまにグリーンがすごい綺麗なんで、はい、手前からで、まあ、やっぱり下りのパッドをね、あんまり残したくないですね。そうですね、はい、飯おごります。いやいやいや、いつもありがとうございます。こんな動画撮らせてもらってさ、飯までおごってもらったらさすがになんかバチ当たりそうなんで、僕もちょっと徳を積むためにあの、はい、ご飯ご馳走させてください。ありがとうございます。そんな行く。いや早かった、すごい早いね。でもショットキレキレですね。めっちゃ調子いい。本当いい感じなんで、うん、ね、そろそろ優勝争いしたいっす。したいっすね、はい。じゃあ今週も頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。木下さんも結構変えないタイプですよね。全く変えへん。だってもう以前にこのツアー選手権、違う、福島オープンで動画撮らせてもらった時、一緒じゃない。全く変わってない。スプーンぐらいかな。スプーンがあの時多分ナイキとかやった。あー、そっかそっか。クリークも一緒やし、はい、もうクリークね、やばい、使いすぎてハゲてきた。すごい、僕のドライバーみたいになってる。あ、そうそう、ここね、ハゲてくるのに。ドライバーとだってモデル確か一緒じゃないですか、うん、これ一緒。そうですよね、すごい、でもやっぱそれがいいんだ。そうですね、クリークは自分の中でのクラブのなんかこのゴルフをなんか支えてくれてるみたいな、それレスキュークラブみたいな、ちょっと困ったらこれ使っとこうみたいな、例えばティーショットとか。ティーショット、うん、まあ、アイアンがやっぱり得意やから、そのクラブのスコアを作る上での貢献度が高いのっていうのはどれなんですか、うんうん、貢献度が高い、まあ、これっていうのはないかもな。
あ、本当ですか。じゃ全体的に、うん、全体的に全体的な底が高いんだ。うん、まあやっぱクリークなんかはもうほんまに6年ぐらい使って、だってこれでグリーンも狙えるし、そう、さっきのあのティーショットもそれこれだったけど、はいはい、うん、やっぱこれは結構自信があって、うん、信頼してるクラブかな。なかなか買えない。やっぱみんな5番ウッドとかユーティリティとか意外とその辺なんですね。そう、小平さんもなんかすごい古いの前入れてるプロギア。だって星野陸也だってもう9年ぐらい使ってるね。あ、そうそうそう、5番ウッド、うん、やっぱなんか5番ウッドってさ、なんやだろう、ティーショットでもちろんレイアップにも使えるし、そう、もう絶対曲げたくない時に握るクラブだから、うんうん、もう絶大な信頼感がないとやっぱり。5番ウッドが例えば得意であれば、ティーショット例えばミドルホールで狭いところ、しっかり刻んでセカンドね、極端な話5番ウッド持ってばね、いいっていう、いろんななんか攻め方があるから。ミクマは何なんですか。僕は結構7番ウッドがやっぱ信頼度高いですね。曲がらんよな。7番ウッドと3番ウッド。あの上から潰すやつやな。ライン出ますね。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい。